ステップ22 に入ります。食事会なんです。だから食事会は基本的に中国人と付き合うとき一番出会う場面なんですね。だから食卓の中国を深めましょうね。はい、じゃあ食事に入る前に日本人だったらビジネスマンとしてはまずアレルギーあるかどうかを確認するんですよね。これはやっぱりビジネスマナーなんですので、普通に中国会話になったら覚えなくてもいいんですよ。ビジネスマナーだったらこれ覚えてください。何か食べちゃいけないものがありますか、というものなんですけれども、これは要忌口吗？要忌口吗？うん、もう一回言いますね。要忌口吗？ 요지코마요지코마うん、そうですね。ボディラングジュに付くと地の方がね、요지코마とかね、口がファイル、口を、口ミフィとか、そういう感じでいいので、요지코마とかね、こうやって言えばいいですので、요지코마とか、요지코마、いい感じですね。요지코마、うん、そうですね。あれは요지코、ものとかの、そう、で、ものというか、のとか、요지코だ、うん、そう、요지코だ、うん、いい感じですね。요지코도 ちなみに、よじ子供、ああ、よよよ、うん、アメイヨメイヨ、そうですね。答えはそのままなんですね。2行目からいっぱい難しそうなんだと思うんですけども、これも、あくまでもご自分のその体の事情を確認してください。ないんだったら普通にメイヨメイヨ、林さんみたいにメイヨメイヨって言えば、あ、メイヨメイヨメイヨみたいな、その時に今日の一言のおまけを使います。わあ、シャマドウチ。 シャマドウチ、うん、いい感じですね。シャマドウチ、あなたはシャマドウチですよね。実はね、今日のポイントはこの「ド」という文字なんですよ。「ド」「みんな」という一文字なんですよ。「ド」というのは「なんで」あの「でも」とか、英語で言うと「オール」なんですね。だから「ああ、ド」「可以」とか「ド」「可以」ですね。何でも大丈夫だ、ド」「可以」「ド」「可以」を言っても大丈夫ですので、ぜひ使ってくださいね。はい、日本語もあって言ったら あ、得意。うん、そう、得意とか、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 とか
海鮮過敏。海鮮過敏。うん、そうですね。海鮮過敏。それから日本だったら4月の時に何がありますか。花粉。そう。その他花粉過敏。ああ、そう。花粉過敏っていうか花粉過敏。まあ過敏という2文字が日本語のアレルギーという意味なんですね。そうなったら我小麦粉過敏という。我小麦粉過敏。そうです。自分のアレルギー物質をちゃんと自分で探して言えばいいと思います。それだけでいいですね。だから你有忌口吗って言ったら。我有。うん。什么过敏？我有小麦粉过敏。いい感じですね。林さん、你有忌口吗？あ、没有。うん、いい感じです。私は何でも食べます。何でも食べます。うん。何かあるかなって考えて。ちょっとうちですね。私だったら何でも食べます。という感じで覚えてください。ちょうど今日二人が事情が違いますので、ぜひ覚えてください。最初にこうやってアレルギー事情を確認した後、あとはどうするかというと、注文するんですね。注文するときに皆さんは中国の料理注文できそうですか？そうですね。そうなったら、ね、もし中華だったら向こうの人にお任せしますという言葉をぜひ覚えた方がいいですね、はい。もし中国に出張とか現地に行ったら、今日の3行目はすごく助かります。はい。はい、3文字で。我随便。我随便。うん。我随便。うん。何でもいいで、随便というのはあなたの都合に合いますよというのは、あなたの都合に合わせますよというのは、何をしてもいいですよということなんです。はい。我随便。我随便。うん。我随便。うん。あるいはあなたの意見を聞きますので、あなたの、手配に従いますのでというのは、听你的。听你的。うん。听你的。听你的。うん。听你的。うん。いい感じなんですね。大丈夫ですか？はい。これは注文するときに中国語は、例えば、你想吃什么？あなたは何を食べたいですか？你想吃什么？って聞かれたら、
随便。うん、随便。あ、你想吃什么？我随便。うん、あれはあなたに伺いますなった。あ、听你的。意外ですね。我随便と、听你的。これはやっぱりね、中国人とちょっとランチをするとか、ちょっとディナーするとね、你想吃什么？あ、我随便随便とか、听你的、听你的というのは、これはダブって言えばいいですね。アレルギーも言えるし、それからちゃんと自分が注文できないなら、我随便听你的。すっごく短い言葉なんですけども、ぜひ試してみてくださいね。